今や実力ナンバーワン、ソビエトのマイヤ・ウソバ、アレクサンドル・ジューリン、昨日のオリジナルを終わって断然のトップに立っています。面白い入り方ですね。ソビエトのウソワ・ジューリンのカップル、五十嵐さん、ただただため息が場内から漏れてました。そうですね、もう本当に引きずり込まれるような素晴らしい演技ですね。26歳のマイヤ・ウソワさん、27歳のアレクサンドロ・ジューリン、ただ単に踊るだけではなくて、やはりあのアイスダンスのターンとかですね、そういう技術がしっかりしてますので、非常に見てても歯切れがいい、でも柔らかくてっていう両立できている素晴らしい選手ですね。
なかなか所定の位置に戻れません。得点の方が場内には発表されます。 5.7、5.8、5.8、5.8、5.8、5.9、5.7、高い得点が出ていますが、非常に複雑にこう組み合わせたステップやシャープなエッジングが見られましたが、ともかくあの表現力ですね、やらさん。素晴らしいですね。まあ、ただ今のジャッジの方でですね、5.7 をつけられている方がいらっしゃいますけれども、はい、あのやはりアイスダンスのステップっていうか、オリジナルのですね、ステップっていうのはあまりなかったということで、多分 5.7 だと思います。もう芸術性はもう問題ないですね。 6.0 が出てますね。アーティスティックインプレッションで、これは3番イタリアのジャッジ 6.0 を出しています。満点が出ました。ソビエトのウソワ、ジューリンの2人、見事な演技でした。